はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、久しぶりにデュエルマスターズの対戦動画やりたいなと思います。はい、ジェシン君はチョーカーズ、私はビートジョッキーですね。じゃあじゃんけんしましょう。最初はグッジャンケンポイ。はい、グッショ。おい、デュエルマスターと。パパ先行だね。よっしゃー。ちょっときついな、これ。あ、さあ、無理か、まだ。一番だから、ドロー。はい、ターンエンド。ドロやば、手札やっぱりきつかったかも、これ。きつい。ターンエンド。出せない。ドロー。マーチャージ、もったいないけど。2マナ使って、やったれマン召喚、はい。ターンエンド。なんでもったいないの？よくわかんないけど。このテキサスがもったいなくて。ああ、そういうことね。テキサスストームこれ入れたんだよね。はい、じゃあパパも2マナ使って1番手チュチュリス召喚ターンエンド。アンタップドロー。マナチャージまたもったいなかった。召喚するものはいないからターンエンド。やったらマンでアタックシードブレイク。え、本当に、うん、そんなことするの？ないです。ターンエンド。まだやったりが破壊されてもおとりはあるからね。はい、そしたらマナチャージで1マナ使ってハンマーチュリスを召喚。おバトンアクションダイナマイト2で召喚ね、うん、で、やったりマンを破壊。あ、1。そうだね。ドンドン。ターンエンド。あ、ターンエンド。パパのチュチュリスを残しつつ破壊しましたよ。マナチャージ読まない、まだターンエンド。まだ召喚できたのパパ。ターンエンド、うん、ドロー。よし、いいね。じゃあマナチャージで1マナで1番対チュチュリスを召喚、うん、そして1マナ使ってフルメタチュリスを普通に召喚。おお、で、ネオじゃなくて、うん、これでいいか。あと1体召喚しないと。召喚できない。あ、できない。もう様残ってるね。あ、できない。これちょっとし2体なの。ターンエンド。エンド、うん、ドロー。ここはマナチャージ、5マナ、ターンエンド。え、まだ。なんそんな謎な動きして。反撃の時ではない。気持ち悪い。反撃の時ではない。ドロー。じゃあ6マナあるよね。よし、じゃあフルメタチュリスを、うん、ライド覇者ガンブルマンにネオ進化なんだけど、うん、ネオ進化クリーチャーとして召喚することを選んだならコストを3少なくできます。なので1で召喚できるんだね。わお、こういうことか。うわー、バッターアクションダイナマイトみたいな。そうだ、ね、効果だ。で、ダブルブレーカーです。自分のネオクリーチャーがアタックするとき相手のパワー3000以下のクリーチャーが破壊するんだけど、まあいないもんね、うん、まあじゃあいっとくか。ダブルブレーク、ここいっとく。ここパリパリーン。なし。よし、ターンエンドかな。うん、ドロー。これどうしようかな、この手札。なんかわっしょいわっしょいになっちゃってる。ここはね、ちょっと手札ないんだけど。チョムランをマナチャージ、6マナある。はい、だからそのうちの3マナ、うん、使ってわっしょいマンタロウを普通に召喚。はい、バトルゾーンまたはマナゾーンに自分のジョーカーズが合計4枚以上あるね。ある。あるならこのクリーチャーパワーアタッカープラス6点とダブルブレイカーを与える。うん、でもスピードアタッカーじゃないんでしょう。うん、だからこれはパワー7000、うん、ターンエンドです。アンタップ、アンタップ、ドロー。なんか嫌な予感してきた。キャー。じゃあこれ1マナで1万体チュチュリスを召喚。よっしゃー。でもこの子のダブルブレイカーはまだ生きてますので、ダブルブレイク、はい、パリパリーン。なしです。なし。1万体チュチュリスでブレイク、パリーン。なし。え、お願いお願い。ダイレクトアタック。うそえ、なんかすごいしょぼい戦いだったので、しょぼすぎるんだけどこの戦い。もう一回やりましょう、うん、はい、じゃあ2回戦目いきましょう。最初はグッジャンケンポイ。アクションデュエルマスタート。いい点。チャージエンド、ターンエンド。はい、ドロー。マナチャージでターンエンド。よっしゃ、
やる気湧いてきた。マナチャージターンエンド。うん、ターンエンド。ドロー。マナチャージ。2マナ使ってちょこっとハウス。ターンエンド。ドロー。じゃあ2マナ払って。ハンマーチュリスをバッタクシャンダイナマイト2で召喚、スピードアタッカーで1枚ブレイク、ブレイクプスなし。そしてこの子はバッタクシャンダイナマイトで落ちへ。やったータイム、タイムよっしゃ、ワントップドロー。ここはマナチャージ、パリをマナチャージで2マナでやったれ。お、やったれ。で、あとは召喚書も寝ないからちょこっとでアタックするときにナッシングゼロ、ドーン。で、これはあらかじめ全部1ヒット、無色カードだね、無色カードで、クワトロ、クワトロブレイクとかかかかかかかバリン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 、イエ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 イ、はい、なんとアシルトリガー1つあった。このクリーチャーがバトルゾーン出た時、自分の手札を全て捨ててもいい、そしたらカードを2枚引くという意味のないやつでした。はい、じゃあこれ一番下にあるね、はい、これ無駄ないやつだよね、このナッシングゼロって。無駄じゃないの、タイムズです、はい、じゃあアンタップしてドロー、マナチャージして、おっと、ドックスピークスピーカー、そうだね、うん、ちょっとないな、きついな。3マナ使って最後走者ジャフトしようか、ジャフトスピードタップ、おっと。で、バトルゾーンに自分のビートジョッキーが2体以上あれば、2体あるので、このクリーチャーパース3000プラスするので4000になります。4000で、サイズ操作ジャフトでちょこっとハウスを破壊、うん、あ、その手で来る。でもバックゲットでシールアタックするのかな、シールドをどうしよっかな、破壊しない、しない、タイムドロー、あ、アタック。ここはね、マナチャ、マナチャージしといて、お、ジョリザジョニーマナチャージした、3マナ使ってバッテン、バッテン、はい、はい、で、ターンエンドかな、ターンエンド、うん、アンタップして1枚ドロー、うん、まずマナチャージでしょ、これ何でもあんだよ、マナチャージして3マナ使ってジャジートランパーを唱えます。あ、相手のパワー7000以下のクリーチャー一体破壊でバッテン破壊で、自分のシールドを1つ手札に加える自分のシールド手札に加えます、このパターンってはい、でジャジートランパーなくなった、この2枚でブレイクするかだよ。じゃあまだまだまだ終わってないんだよ、まだ終わってないんだよ。そしたら次にきついな、これ2マナ払ってハンマーチュリスとバッタクションダイナマイト2でしょうか。わお、あれ、ダブルブレイカーがいない、ダブルブレイカーいないよ、うん、じゃあシードを割っとこう、バリーンなし、ジャフトでも割っとこう、バリーンなし、バックゲットでも割っとこう、パリン、ゲラッチョ男爵、ゲラッチョ男爵、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、クリーチャーを一体選び、タップまたアンタップする、アンタップしてもいいよしない、してもいいのだね、バックゲットアンタップする、本当に、うん、アンタップするよ、じゃあ、うん、じゃあまたパパチルドブレイクするよ、パリン、なし、うん、あ、そっか、ちょっと待って、ダメか、そういうことを狙う、そっか、じゃあターンエンド、うん、もうどうしようもないんだ、ドロー、マナチャージ、はい、5マナ、これで、はい、5マナ支払って超特急弾丸を召喚、あ、スピードアタックか、その、うん、なので超特急弾丸でダイレクトアタック、ボーン、あー、しくった、そっかそっかそっか、しょうがないね、うん、バッドブランド入ってたんだけどさ、お、あ、こっちもジョニーが入ってた、ジョニー入ってたのは知ってた、だってマナに使ってたから、ナッシングも当たって、もう一回やるか、そうだね、よし、じゃあこれが最後の決戦だ、最初はグッジャンケンポイ、デマスタート、よっしゃ、
ここはチャージしてエンド。ドロ。チャージエンド。エンド。ドロー。ここはチャージ2マナ。やったれ。ターンエンド。ドロ。チャージ2マナ。一番対チュチュリス。チュチュリス。ターンエンド。はい。アンタップ。ドロー。マナチャージ2マナやったれ。あ、間違えた。1マナやったれ、はい、ターンエンド。アンタップでジョニーにどんどん近づいてきてるこれ、はい、マナチャージで、うん、3マナ使ってジャジートランパーだけは来ないでください。ジャジートランパー、うそ。相手の7歳以下のクリーチャー1体発火。チーン。やってしまった。で、自分の心臓を1つ手札に加えます。うん、トリガーを使えない。はい、はい、アンタップ、ドロー、マナチャージ、ターンエンド。ターンエンド、うん、アンタップしてドロー。あと2ターンあれば勝てる。マナチャージして、うん、3マナ使ってロックスピークスピーカーを召喚。このクリーチャーがバトルゾーンで出た時、自分の山札の上から3枚を表向きにします。3枚、ラッシングゾーンみたいな。その3枚のコストが6以下なら、その中からその中のクリーチャーが全てタップしてバトルゾーンに出す。うわ、全部出せんじゃん。この3枚のコストの合計が6以下だから、じゃあこれは出せないってことだね、うん、じゃあ山札の一番下に来ました。ターンエンド。エンド。ドロー。マナチャージ。ターンエンド。なかなかな。アンタップでドロー。マナチャージで、3マナ使って。3マナ。ジャジートランパー。ジャジートランパー。破壊です。あー、嘘。でシールドに加えます。やったれ、マナ。ターンエンド。エンド？むずいな、なんか。あ、はあ、これ確率ある。あ、だけどマナチャージ。ターンエンド。これ次のターンまで持つかな、これ。ああ、持つか。まだシールドや。5もあるんだった。よし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 。マナチャージ。うん、6マナだね。3マナ。いや、4マナ使おう。4マナ、うそ。バッドブランドリミテッドでしょうか。リミテッド、アタクションダイナマイト2でね。おお。で、このクリーチャーがバトルゾーン出た時、相手のパワー6000以下のクリーチャーを1体破壊するけどいないよね、うん、で、ダブルブレーカーです。ダブルブレーカー2枚破壊する。パリパリダブルなし、はい、うん、で、ドックスピックスピーカーでも1枚ブレーカー。パリなしです。チュチュースでも1枚ブレーカーなしです。タイム、はい、ドロー、持った、いくぜ、7マナ。おお、バットアクションダイナメント。あ、そっかそっか、この子消えるんだ、はい、うん、いくぜ、7マナ。ジョリーザジョニーだからマスターダブルブレイク、ロックスピークスピーカーとチューチュイス、シールド2枚、破壊、バン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 。この2枚、うん、ターンエンドです。ドロー。これ勝ったね、ちゃんと。じゃあまずは、まず2マナ使って1番対チュチュリスを召喚。チュチュリス。そして1マナ使ってバットアクションダイナマイト2も使ってハンマーチュリスを召喚。ハンマーチュリス。そして4マナ使ってバットアクションダイナマイト2でバットブランドリミテッドを召喚。うおっと、危険だぞこれ。で、この子は召喚に落ちる。でもこの子たちはスピードアタッカーです。ハンマーチュリスでシールドブレイク、タイムストップ、来い。来なかった。
バッドブランドリミテッドで誰かとってあーいやーよかった、鍵を返せました。ババはい、ということで今回ですねデュエルマスターズの対戦を久しぶりにやってみました。やっぱねナッシングゼロ強いね、ナッシングゼロが入ってくると一気にシールド4枚大体ブレイクされるから、それをこのバッドブランドでどう速攻で締めるかっていう感じだけど、もうちょっとでもちっちゃいスが出てくれるとパパとしてはやりやすいかな、ブランバッドブランドリミテッドでなければ正気あったんだけどな。バッドアクションダイナマイトやっぱいいね、面白いね。だけどここでタイムストップが出てれば完全に勝ってた。そうだね、うん、まあ1枚しかない。まあね、これバルットがいてからね、でこれ3体出したからはい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。